珍しくマスクじゃありません。こんばんは。昨日の炎の園の配信面白かった。ほんとやばかったよね、マジで。ほんとにあんなんです、いつもあんな感じでいつもふざけてますね。ほんとにめちゃめちゃ楽屋感を出してしまいましたが、あんな感じでいつもふざけてます。炎の講習事件ですね。はい、ね、楽屋感満載のあ、私はよだれ大丈夫ですね今日は。はい、ちょっともう炎に笑かされるとちょっと口のね、口の循環があんまりね、それ炎が面白すぎて最高でしたね。本当に最高でした。この面白いよね、マジで楽しみです。なので19がきっと大いに盛り上げてくれると思います。うちの同期素晴らしいね。こんばんは。私も面白い私も面白いか、ね、楽屋芸人、ね、楽屋芸人じゃなくても面白いんですけどね、もうどこにいても面白いので。今日めっちゃ寒かったよね、風強いし、もう髪の毛バサーなって、ええと思ってちょっとびっくりしたんですけど、ね、ちょっと明日はどういう天気なのでしょうか。ね、寒かったですよね。東京みぞれ降ったんですか。すごい。寒いねもう。明日風大丈夫ですか。明け方雷鳴ってなかった。嘘、やばい、全然気づきません。全く気づきませんでした。こんばんは。こんばんは。そうですね、あとは多分もう出てるのかな、もう世にって言い方あれですけど、なんとですね、ボムさんの撮影に先日ね行ってきたんですけど、なんと表紙を飾らせていただきます。ありがとうございます、ありがとうございます。イエーイイエーイって感じで、はい、ありがたいことに表紙を飾らせていただきます。はい、まあ内容は言えませんけど内容は深く言えませんけども、はい、寒い中頑張ってみんなで撮影してしましたので、ぜひ、まあね、寒さを感じさせないぐらいの寒さを感じさせないぐらいの、はい、いいショット、ね、カメラマンさんもとても素晴らしく写真を撮ってくださったので、皆さんお楽しみに、楽しみにですね。そう、
メンツが珍しいよね。あまり揃わないメンツなので、まあ、クマさんとはお仕事とか一緒になるけどね、まあ、ラブも一緒だし K2 で、まあ、でもこの4人が揃うのは珍しいと思いますので、皆さんぜひゲットしてください。お願いします。よろしくお願いいたします。そうね、やばい、充電がなくなってしまう。持つかしら。私はあと何分だ。持つかな。充電器がなんか短いのしかなくて届かなくて、やばいぞ。充電がマレーですよね。持つかな。ね。持つんでしょうか。わかりません。気合でなんとかね。気合でなんとかいけそうですね。あと 10% でございます。気合でなんとかなる。なりますかね。あと 10% 無理そうだよね。ちょっとじいじい言うからね。ちょっと長いのはね、この部屋に置いてない。長いのはこの部屋に置いてない。モバイルバッテリーは確かね、あるわ多分。モバイルバッテリーでモバイルバッテリーでどうにかしなごうかしら。突然切れる。岡部さんと話してくれます。スマホずっと変えてないね。変えなきゃいけない。なんかちかちゃんにそういえばなんか携帯変えたんですよねみたいな、何で知ってんのって言われて、あ、ファンの人が聞いたよって言ったらめっちゃ笑ってました。ファンの人の情報すごいなと思って、すぐ回ってくる。やっぱ毎日配信してるからメンバーの情報というかすぐ回ってくるっていうね、ありがたいんですけど教えていただいて何でも知ってたから、あ、なるほどねと思って、どこでみんな知ってんのみたいな。そう、ファンの人に教えてもらったよって言って、そうなのよ、情報情報やばいよなマジで。そう、スケジュールとか、ね、メンバーが今これ誰々やってるよとかラジオやってるよとかね、いろいろ教えてくださるのでね、マネージャーより知ってる説。そうね、逆にマネージャーのが知らないんじゃない。スケジュール管理してたとしてもさ、やっぱりね何人か持ってるわけだから。ちょっと私もそうそう携帯を変えたい。たまにホームページに載ってない。まあね、ちょっと公式さんも忘れることはありますかね。ね、もうなのでメンバー発信から、メンバー発信でやんなきゃいけないかな。15買いたいんだよね。でもなんか16が9月に出るという噂を聞きましたが、ちょっと待てそうにないですね。はい、待てそうにないね。曜日違うことあるね。ちょっとね、公式さんも人間なもので、コンピューターでは、ね、コンピューターで動いてるわけじゃないんですけどね、
私もちょっと誤字が多い身なのでちょっとあんまり何も言えないんですけどね。え、おしんに買ってもらうね。おしんさんにもうお年玉で使ったのに破産するわって言われちゃいそうですけど、ね、まあ今の時代はねもう iPhone がお互いいいので、そんなねそんななんかもう、よし変えようってすぐそんなコロコロ変えられるものでございませんのでね、ディズニーのチケットでも高いので、そう、まあでも K2 はおしんさんの次が冬っぴになるので冬っぴこそ困ってました、もし私の番が来たらみたいな。そうだからなんかおしんさんまだやめないでくださいみたいな逆におしんさんがなんかそういった理由で止めてるのみたいな感じでちょっと言ってましたけど、おもろかったねそのやりとりがはい、卒業を阻止する理由がお年玉っていうね、まさかの冬っぴは人生の大先輩でございますね。私は2つ上になるのかな。そう、どうなるんでしょうか。まあその次が誰が渡すかはきっとおしりさんが決めると思うので、冬っぴに行かない可能性もありますけど、はい、あと1分、ありがとう教えてくれて。そうね、携帯は持ちそう、はい、ありがとうございます。指名制、もう指名制になるんじゃない多分なんで私？絶対違うでしょ。まだ先輩はいますから。てかきっと大丈夫です。まだおしりさんはいてくれます。副リーダーはいてくれます。なんかもう年明けてからそういうお金事情の話しかしてないなこのショールームで。本当に。まあね、きっと来年もおしんさんが言ってくれると思うので楽しみです。はい、楽しみに頑張ります。また1年、本当に K2 は、まあ、これだけじゃないけど、まあ、そのお年玉のためにいろいろね1年頑張るっていうそういうモチベにもやっぱ一つなると思うのでね、ちょっと楽しみに、はい、今年1年も頑張ります。年明け前から話してた、マジそんなにも。ね、お、出ました676です、ありがとう。そろそろ携帯が熱くなってきたので落ちそうですはい、ということで今日もありがとうございました。明日も頑張りましょう。おやすみなさい。ありがとう。急いで充電する。